はい、どうも、ガムです。今回ですね、ユニクロでめちゃくちゃいいね、新作のデニムが発売されていたので、紹介していこうと思います。ぜひですね、お買い物の参考にしてください。では本編どうぞ。で、今回紹介していくデニムがこちらなんですけども、ユニクロのね、メンズの商品でございます。いつもね、僕はユニクロはレディースのデニムとかを紹介することが多いねんけども、今回ですね、なんとメンズでワイドストレートジーンズがね、2に出ました。コラボとかではあったかもしれんけど、インラインで初めてな気すんねんけど、メンズのワイドストレート、気のせいかもしれんけど、まあ2にね、僕の中では初めてのワイドストレートジーンズが出ました。カラーがね、68ブルーを買ってきてます。他にね、これよりもうちょい色が薄いブルーとか、あとなんかめっちゃ薄いほぼ白に近いグレーとか、あとはブラックとか買ってんけども、まあ一旦ね、一番使いやすいインディゴっぽいブルーを買ってきております。今回ね、ウエスト28を選んでおります。71センチ相当なので S サイズぐらいですねを買ってきました。裾上げはね、してきておりません。裾上げせずにもギリギリ履けそうな長さでしたね。今回ですね、ワイドストレートジーンズが、生地に関してはね、ユニクロのリリースのなんかあのストレートデニムだっけ、レディースのやつと近いのあんま大差ないけども、若干生地が分厚いかもしれないっていうのと、ステッチがね、ネイビーのステッチを使われてるんですよ。デニムのステッチといえばね、インディゴのデニムやとオレンジとかイエローとかいうステッチをね、想像しちゃうんですけども、これはね、ネイビーのステッチが使われております。で、ネイビーのステッチを使うことによってね、どういう効果があるのかというと、色が少なくなってくるとデニムはね、切れ目に見えるんですよね。これが白とかイエローとかやと色の要素が増えてカジュアルに見えますので、ファッション初心者とか普段デニムを履かない、スラックスばっかり履くっていう人でも安心して履けるね、デニムになっております。非常にまあ切れ目なシンプルなね、印象のデニムですが、ここのね、ボタンもシルバーでね、切れ目な雰囲気のボタンを使われておりまして、かつね、ここのジップもね、アンティークシルバー調でかっこいいですね。ただまあ、この上のボタンとジップは色味が若干違いますね。まあ、全然いいけどな、見えへんから。細かいとこ気にする人だとちょっとね、色味ちゃうなとか思ったりもするかもしれません。で、後ろがね、このような見え方になっておりまして、本当にね、シンプルですよ。これがイエローステッチのさ、デニムやねんけどさ、この距離でもね、全然見え方変えやんか。それぐらいね、やっぱステッチってすごいデニムにおいては重要な役割を担ってるんですよね。ちなみにポケットのサイズは、まあ、僕がね、普段から使ってるこのちっちゃめのワセリンとかも全然入るし、僕のおすすめの香水イソップのダシットもね、入りますし、なんなら追加でね、僕のおすすめのね、今使っているこの整髪料中野のね、モデニカナチュラルも全然入りますので、このパンツ1個でね、もう1泊ぐらいの旅行なら全然いける、それぐらいのね、収納力のあるポケットをしております。で、生地にはよく見るとね、この白いつぶつぶがついてるの分かりますか。これネップと言いましてですね、ネップがあることによって生地がのぺーんと単調になりにくいので、こういうね、ネイビーのステッチでシンプルで単調になりがちと思いきや、ネップがしっかりあるデニムを使っていますので、単調になりすぎないことによって高級感とかトレンド性がね、増しているアイテムになっております。じゃあ、こちらのデニムね、履いていきましょうか。はい、こちら履いてみました。へそ位置ぐらいでね、履いて、中にタンクトップがあるとベルトをね、せずとも履けるウエストになっておりますね。で、裾上げに関してもね、こんな感じでギリギリしなくてもいい丈感になっておりますね。で、割とワイドストレートと言ってますが、そんなに太すぎないので上品に履ける範囲の太さで、これはね、今季デニム1本履きたい方は絶対おすすめできる。シウンでもね、デニム作ったんですけども、それに比べるとね、若干サイズ感はもっと冷たいところがあるんですが、ただね、低身長とか関係なく万人が履くデニムやと思ったら、マジでコスパめちゃくちゃいいと思います。これはすごいな。で、股上もちょっとね、浅めの設計でございまして、足もね、長く見えますので、スラッとね、切れ目にデニムを履きたい人にはめちゃくちゃおすすめできる一本ですね。じゃあ、このデニムをね、使ったコーデを何個かね、組んだんで、よかったらご覧ください。
はい、では今回もねご視聴いただきましてありがとうございました。またねこういったプチプラのアイテムの新作情報とかもねこのチャンネルで出していってますので、よかったらですねチャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。このチャンネルではね低身長でも低コストで最短でかっこよくなる方法をねお送りしてますので、僕と同じでね身長で悩んでてファッションどうしたらいいかわからんって方はねぜひ応援していただけると嬉しいです。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、アリベンドシバイ。よっしゃ。